さあ今度はですね、扇形の周り、まあ、要は曲面、曲線がある部分をね、こう周りを転がっていた時どうなるのかなって話なわけです。でまあね、正直その直線の部分っていうのはあんまり変わらないので、まあ、ここに関してはね、一旦スムーズにできるとは思うんですけど、まずまあこの辺から円がスタートして転がっていくってことを考えていけば、ずっとね、このままこう続いていくことはわかると思います。だから中心も同じで、中心だってこの瞬間ね、ここに円があるときね、このギリギリ、このギリギリのところにあるときに、中心を考えて、ここからずっと考えていけば、これがね、ここまで行くのは全然問題ないかなと思います。で、どこまで行くのかっていうと、このギリギリまでのところですね、ギリギリまでのところ。よいしょ。なんか曲がっちゃった。ギリギリまでのところですね。ちょっと図が汚い。もう一回書き直します。大変失礼しました。よいしょ。よいしょ。よいしょなので、よっこいしょ。うまくいった。よーしと。このところまでは来るわけですね。だから、円の中心はここまでは来るわけです。その後どうなるのかって話なんだけど、ここがね、ちょっと難しいんですよね。曲面っていうのがあった時に、この円がどういうふうに動くのかっていうのが、なかなかイメージがしづらいと思うんですけど、これね、イメージなんだけど、このね、曲面のここの場所って、この一部分だけ見てしまえば、ほぼほぼこれ直線と同じように考えられるはずじゃない。まあ地球だってそうだけどさ、僕ら今地球に住んでるけれども、普段から地球が丸いなってあんまり感じないですよね。ごくごく一部分だけ見てあげればね、地球の中の僕らが生活しているごくごく一部分だけ見れば、ほぼほぼ平面と同じように考えられるわけじゃないですか。なのでこの曲面の部分ももうこのピンポイントだけ見ればほぼほぼ直線だよねっていうふうに、直線だよねっていうふうに考えられるので、まあ、ここまでは直線と同じ、まあ、ここにね、こう直線があるものと思って考えてもらえればいいわけです。Okay、なのでこれがくる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 とここまでまたね回ってくるのは同じなんだけれども、どこまで来るのかっていうと、ここがちょうど直線があるっていうふうに考えてもらえれば、ここにねピタッと乗るような状態まで円が動くはずなんですよね。だからちょうどこの点における接線になるんだけど、接線にちょうど乗っかるような感じで円が出来上がるはずです。こういう感じでね、こういう感じで出来上がるはずなんですね。だからここの部分どういうふうに、中心が動くのかっていうと、こっからここまでこんな感じで動きます。こういう感じで動きますからね。いいですか。さあでこの後なんだけれども、円が今一旦ここまで来ました、ここまで来ました。これがここをコロ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 って転がっていくわけですよ。まあ、なのでイメージどっかこの辺にある状態を考えてほしいんだけれども、円の中心ってどういう動き方をしているか分かりますか？円の中心ってどういう動き方をしてます？これ円の中心ここがあるわけだけど、まあ、今適当なこの場所とこの中心結んでみたらどうなるのかっていうと、ちょうどこの扇形の半径足すここの円の半径っていうふうになってるわけですよね。どっかこの辺に円がある時も考えてみましょう。この中心からここまでの長さって、これ常に一定の長さになってませんか？この小さい円の半径足す扇形の半径、小さい円の半径足す扇形の半径だから、結局のところこの長さをこっからここまでの長さを保ったままこういうふうに移動していってるはずですよね。この長さがずっと一定になるようにこういうふうに、ここの長さをずっと半径の長さのまま保ったままこうやって移動してきてるはずですよね。で最後のここの部分もさっきと同じで、この点における接線を考えてあげて、ここにピタッと接しているんだっていうふうに見てあげるわけです。だからこんな感じの円ですね、こんな感じの円が出てくると。よしと、こういう感じの円になるはずですねと。あとはこいつがくるりんぱとこっちまで行く状態を考えればいいので、ここにまず来ますよと。すなわちこの中心はここからここまでぐるっとこう描くわけですね。であとはこれ直線の移動になりますから、ここからはねご安心ゾーンですね、安心して、通過できるゾーンになってくれて、ここからこういうふうに中心が動いていってここまで行く。あとはねこの角の部分は別に問題ないですね。ここから一回これもやってますけど、角の部分はここを直径として、ここを支点としてね、ぐるっとここまで来るわけですよね。ここまで来るわけですよね。この円がここを支点として
ぐるっとこうやって動いてくるはずですから、当然ここの部分がちょうどね扇形となるように、扇形となるようにこうやって動いてくるはずですね。 OK ということなので、全部をトータルして考えていくと、ここもそうですよね、ここの部分もこいつがここに来るまでぐるっと扇形を描いているはず、ここもそうですね、直径直径があって扇形をこうやって描いているはずですね。あとは全部直線で結ばれている、直線で結ばれている、ここはこういうふうにね、こういうふうになるはずですよね、円がずっとこう通過していってるわけですからね。なので出来上がりの図形、円が通過した部分っていうのは、今ここでね色塗ってるこう斜線部の部分になるわけですね。この部分になると非常に難しいですね、これね。ここの部分になってるわけですね。大丈夫かな。だからここの扇形がちょうど空洞になってる感じですね。OK。こういうふうな今状況になっているよってことです。さあ、ではですね、やっと中心のところを求めて、あ、失礼、中心が通った距離を求めていきますが、おっと、ここも失礼。これを半径としてぐるりんぱと、ここですね。いうふうな動き方をするわけです。さあ、そうするとどういうふうになっていくのかっていうと、とりあえずこっからここの長さっていうのは、これはいわゆる扇形の弧の長さになっているので、ここの弧の長さは、扇形の弧として求めてあげるんだけれども、今ねここがちょうど60度だっていうのはもともと与えられてるわけでしょ。60度の扇形でしたよね、中心角がね。はい。でじゃあこの部分の半径はいくつですかって考えたら、扇形のこの半径、もともとの扇形の半径自体が、24センチで、この円の半径が3センチだっていうふうに与えられてるわけですよね。だから24と3なので、ここが27センチメートルになっているはずですね。ですから直径 27×2× 円周率 3.14× ここの部分は、中心角60度ですから6分の1倍ですね。360分の60ですから6分の1倍すればいいわけですね。ほいということで6分の1だと、2で割ればここが3が残り、3で割れば9が残りますので 9×3.14 しか残りませんね。はい。ということでまずはここ 9×3.14 が出てきました、残りの部分ですね、ここのこの長さと、ここのこの長さと、ここのこの長さを考えていきましょうか。これはどういうふうになっているのかって見ていくと、こいつはまずここの部分どうなってます、ここの部分は、ここの部分はこっち60度があって、90度90度があるんだから、360度から90度と90度2つ引いてあげれば残り180度ですね。だから60とここを足して180度ってことは、今こうなっている、ここの部分の中心角は120度になっているはずですね。120度ですね。で、ここはどうなっているのか、ここはもう90度と90度でいいわけじゃないですか。いいですか。なので、この90度分の扇形の弧、これが2つ分足すことになるわけだから、結局全部足したらどうなるのかっていうと、120度と90度と90度足すわけなので全部で300度になるはずですよね。 OK。 だからこの半径が2センチで、中心角が120、90、90の300度分の扇形の弧っていうふうに考えてしまえばいいわけです。だから 図をあえて書いたらこんな感じですか。図をあえて書くならばこんな感じですかね。300度分のこの長さっていうふうに考えればいいわけです。そうするとこれは扇形の、あ、失礼、ここの半径が今1セ、3センチなわけですから、3センチなので、全部3センチなのでね、直径にしてあげて 3.14 をかけて、かける6分の5っていうふうに、か360分の300っていうふうに考えればいいと。まあ、そうするとこれ約分すれば6分の5となりまして、6分の5ですから、これ6がちょうどここと消えるので 5×3.14 っていうふうになるはずですね。はい。
ということで、ここの曲がった部分の長さは全部で 9×3.14 足す 5×3.14 です。あとはこの直線の部分、まっすぐなっている部分の長さを考えればいいと。ここのまっすぐなっている部分は扇形の半径の長さ24センチと一致してますので、こっち行きましょう。はい、9×3.14 と 5×3.14 があって、24センチが2つ分あるので、これを全部計算すればいいわけですね。ということで、9足す5で 14×3.14 と48を足せばいいわけですね。14×3.14 はどうなってるの？ 31.4。 10×3.14 で 31.4 でしょ。 4×3.14 で 12.56 ですよね。プラス48って考えましょうか。そうすると60の91.96 ですかね。 91.96cm っていう風になるんじゃないのかなと思います。よかったって。はい、こんな感じになるわけですね。 OK ですか？ちょっとね、難しいですよね。一個一個のパーツがね、どんな子になってるのか、どんな扇形になってるのかっていうのを一個ずつ見抜いていかなきゃいけないので、だいぶ難しいんじゃないのかなと思います。ただまだありますね。こっち行きましょうか。まあ、この仕組みが分かってしまえば、あとはもう一息なんですけど、面積どうなってるのかっていうのを見ていきましょう。さあ、ここのね、面積どうなってるのかって話だけど、まずここのね、色を抜けてくる、こことここと、ここはさ、まあ、全部足せば直径が、あ、失礼、半径が6センチの、半径が6センチの扇形が3つ集まってるんだけど、これ中心角がさっきと同じ300度になるはずですよね。だから120度のこういう扇形と、90度のこういう扇形と、90度の、こういう扇形を足してあげて、足してあげて、120度足してあげて、全部で300度の扇形が出来上がるって考えればいいと。で、あとはここは長方形だし、ここは長方形でいいわけですよね。問題はここの部分はどうしよう。ここの部分、ここの部分、ここの部分、ここの部分はもうこうやって考えるのが一番楽だよね。この扇形からここの扇形を引くっていうふうに考えていった方がいいだろうね。OK。ということで、まずこっちの面積はどうなるのかっていうのを見ておくと、これは半径が6センチに変わってますので、6×6×3.14 かける300ですけど、これは6分の5になりますので、トントンと計算をして、30×3.14 でいいんじゃないでしょうか。はい、長方形の面積はここが24センチでここが6センチですから、長方形の部分が2つ分っていうのが 24×6×2 ですね。そうするとどうなるのかしら。144×288 ですか。288平方センチメートル。最後にここですね、ここですね。これはこの扇形からちょっとサイズダウンした扇形を引くようなイメージです。24センチに6センチを足してるから、これが30センチになるんですね。ここがね、30センチになって、こっちは24センチですね。24センチ、なので式としては 30×30×3.14×360 分の、60なので6分の1引く、24×24×3.14×6分の1と、こうなるはずですね。まあ、そうすると 3.14×6分の1 の部分どうしようかな。まあいいや、ここで計算するのやめて、こうしようかね。6と30で約分で5ですね。6と20で約分で4というふうになりますね。こっち側いきましょうか。そうするとここの部分を計算したら、 150×3.14 引く、24×4 ですから 96×3.14 となりましたので、引き算をして 54×3.14 というふうになるわけですね。はい、お疲れ様でした。ということでいきましょう。最終的にはよって 30×3.14 と、288と54×3.14 をミックスしたものになるよねと言ってるわけですね。はい、ということで 84×3.14
足す284×3.14 ですか、非常にちょっと面倒くさいですね。まあいいか、 3.14×8 を考えてみましょう。何だったっけ、8、6、25.12 だよね、 251.2 ですよね。足す 12.56 合ってるよね。僕もねしょっちゅうねこれ忘れるんだよね。31合ってるね。で25で288ですので、よいしょ、12を足して551.76で合ってますかね。こういう意味ならはずですね。551.76平方センチメートルっていうふうに出てきます。ほう、大変ですね。さて、もうちょっとだけお話しさせてください。実はこれ 551.76 って出てきてるんですけれども、もともとのセンターライン括弧の1番で求めた中心が通った後の長さってどうなってたのかっていうと、これが91.96 でしたね。 91.96 だったんですけど、実はこれにかける6をしたものがこの答えになってるんですね。実はこれもそうです。センターラインに対してこの幅、センターラインと垂直に交わるこの幅の6センチをかけてあげれば、実は通過領域の面積で出せたんですね。だから非常に苦労はしましたけれども、センターラインの公式をうまく使えれば実はこういうことができるわけです。センターラインっていうのはこのね、角があった時に内側を通る時に使えないんですよ。この内側を通ってここのね、角がこう90度になってしまう、この状態の時には使えないんですね。この要は勘違いが起きないようにちょっと今のうちにちゃんと補足もしておくと、センターラインこっからここまでこういうふうにたどり着いて、このあとこっちにこういうふうに行くはずなんだけど、その時にここの部分二重で通るんですよね。こういうダブリが出てくるやつっていうのは残念ながらセンターラインの公式使えないんだけど、これはずっとこういうふうに回っていけばダブるところがないわけですよね。こういう時にはセンターラインの公式が使えるので、まあ、括弧の2番の問題は実を言うと中心のね、通った後の長さを求めた後にですね、幅の長さ、道幅の長さをかけてあげるっていうふうにやると意外とスムーズにできたんじゃないのかなと思います。